毎度です。今日はここ名古屋ドーム前からです。臼井さんに敬意を表して、今年のうちはドラゴンズはまた例によって強いと思いますので、よろしくお願いします。負けませんよ。カープには。質問に答えます。その2です。ですね。あ、その前に、ですね。栗原さん、取り上げてくれてありがとうございます。いつでも呼んでいただければボキボキっとしに行きます。ただ鼻からうどんを食うのは体工房的には、生態屋としてはですね、まあ、名古屋ドームに行きます。生態屋的にはちょっとどうかなと思いますので、体大事にしてくださいね。それから2チャンネルの方で、お腹いっぱいさん取り上げてくれてありがとうございます。それから、質問とかはニコニコ動画で上げていただいても構わないんですけれども、ミクシーの方から来ていただいても構いません。それだときっちり答えれると思います。ちょっともうちょっとなんとかっていう人はちゃんとメールを送りますので、もしよかったら探してください。体工房で探しが、僕の名前小山は小さい山です。ソータは難しいので、小山で愛知県ぐらいで一生懸命探してみてください。そうするとあると思います。やっぱり腕が疲れる。言う割に私体力ない。なんだったらホームページの方から、ブログにコメントいただいても構わないですし、ホームページの方から直接、質問を入れていただいても構いません。なるべくちょっと反応が遅いって怒られるんですが、頑張って答えるようにします。名古屋ドーム来てるかな。名古屋ドーム来ました。ですね、さっきここで動画撮っていいかって警備員の人に聞いたら OK をもらったので撮ってます。それからで、質問で気になったのは一つ、寝れないんだけどっていうのを前もちらっと答えたんですけども、寝れない人やっぱり多いんですよね。で、まあ心の問題とかいろいろ。もうこの喋ってる短い間でそこは何ともできないんで、一つしてほしいこと、足冷たくないですか、寝るとき。いつまでも足が冷たくないですか。女子に多いですが男子もそう。足が冷たい人、靴下を履いてください。靴下を。人間の体って足が冷たいと寝れないんです。もちろんそれだけじゃ理由はないでしょうけども、足を温かくしてあげるということは体にとってもいいですから、足がいつまでも 寝るときだけじゃなくて足がいつまでも冷たいとですね、すごく体がリズムを崩します。体は温かいのに足が冷たいという状態をですね、脳がどこに自分の体温を合わせたらいいのか、今体が寒いのか暑いのか分かんない。だから足を温めるように靴下を履いてください。で、一番いいのは薬局とか、それからスーパー、そこのジャストとかでもいいですけど、ガノカコイネシだったら、遠赤の靴下なんかを、買ってですね、500円以上するやつ、遠赤の、今マイクロ繊維とかいろいろあります。要は自分の熱で自分体を温めてくれるというタイプの繊維の靴下を、5足ぐらい履く。なんで5足かっていうと、ずっと履いててほしいんですね。そうすると一冬逆にそれで、冷え性が治ります。実は僕も足がすごく冷たかったんで、それをしたらですね、かなり変わりました。そうすると体がだるくないです。ぜひそういうことをちょっとしてみてください。寝れない人、夜足が冷たくないですか。足が冷たかったら靴下を履いて、できれば遠赤、体を温める繊維の入ってる靴下を履いて寝てみてください。体質が変わってくると思います。それから一つ、顔のむくみはどうしたらいいのか、これ真面目に答えればいいんでしょうか。顔のむくみ、耳がっていう、真面目に答えるとですね、顔だけですかむくんでるの、足もむくんでませんか、全身むくんでませんか、部分だけ追っかけても、顔のエステでギューとかってやるのは私はすいませんやれないので、わからないですが、全身むくんでないですか。
全身むくんでるってことは水分代謝が悪いですよ、運動不足ですよっていうことです。ちょっとその辺も気にしてください。名古屋ドームからでした。